はい、皆さんこんにちは。サイヨブです。さて今日の問題はこちらになります。A と A、B と B、C と C を交わらないように結びなさいという問題です。特に入試問題ではないんですけれども、今日はパズル的な問題をご紹介したいと思います。はい、ルールは交わらないようにというだけで、もちろんですね、外側も禁止ということになります。それでは一度止めてね、やってほしいかなと思います。はい、それでは解説始めたいと思います。よろしくお願いします。まずですね、A から結ぶと、これできないです。ほとんどできないです。だからこれ ABC っていうのはわざと ABC っていう順番でここに置いてあって、A からやった人にもう解けなくさせる問題。これは BC から行きましょう。B と B をとりあえずもうどっちから行ってもこれは対照的なので、もう結ぶしかないですよね。はい、結びます。はい、C に関しても B がもしこう結んだらもうこう結ぶしかないので、C はこう結びましょう。あとは A から A を間を通り抜けて結べば完了と。はい、ということになります。はい、本日は以上です。ありがとうございました。